階段アミーゴ。なんか話ってほどの話じゃないですけど、僕の知人女性も一人暮らししてる、家でもう寝ようかなっていう時間が、夜結構遅い時間で、その時間にもうベッドに横になって、リモコンタイプの電球なんで電球ポチッと、真っ暗にした状態で、部屋の中無音なんでそのまま寝つこうとしたんですって。で寝つこうとしてる時に部屋の中に違和感を感じて、うんと思ったんですって。で真っ暗な中、絶対に玄関も開いてない、光も差し込んできてない、誰も入ってきてないはずなんですけど、これね、感覚わかるんですかね、別れた元彼がいるんですけど、その元彼とはもう1年以上前に別れてるんですね。その元彼の匂いが近くでするんですって。なんかわかりますかね、この長く付き合ってたらなんとなく匂い覚えてるみたいな、それが入ってきたなって感じなんですって。でえっと思って、でシーンとした無音の中、気配だけが迫ってくるんですって。匂いが向こうの方にいた感じの匂いがこっちに来て、こっちに来て、ああもう今目の前にいるなっていう、寝てる状態でここにいるなと思ったら、そこにずっと匂いがいるんですって。匂いがめっちゃいると思って、どうしようどうしようと思って、そしたらその匂いがもう本当に顔の前までグググググって来てるのが匂いなんですけど感じるんですって。すごい匂うんですって。あ、元彼のあのくっついた時のあの本当に密な感じの匂いだと思ってて、そしたらその匂いがふーっと離れていったんです。でそのまま気配がなくなって、で自分は怖いと、で怖くなった時にとりあえずもう布団はかぶってますけど、パッと手を出せばそこにリモコン、電球のリモコンあるんで、パッて電球つけたんですって。そしたらもちろん誰もいないんですね。うわ何これ、元彼の匂いだけ入ってきたと思った時に、よくあるこういう怖い話で虫の知らせ的な話あるじゃないですか。これ元彼に何かあったんじゃないかなと思って、別れてはいるんですけども、共通の、いわゆる一緒によく遊んでた仲間っているんですよ。その中の一人の男の子に電話してみたんですって。もうパッて電気つけて、もう夜中の結構遅い時間ですけども、大人だしちょっと電話をかけてみたと。何かあったらあれだしと思って、でそしたら出てくれて、どうしたのっつって、でごめんね夜遅くにっつって、何何っつって、いや私のあの何々くんいるじゃんっつって、ああどうしたのっつって、何も変わったことないよね、言ってみたら、何どうしたのっつって、いやいや何か変わったことないかなと思ってしてたら、ああいや全然元気だよっつって、新しい彼女もできてないみたいだしさっつって、俺な、何月何日ぐらいにさ遊びに行ったんだけどさって、その彼がもうほんと数日前ぐらいに遊びに行ってたんですよ。だからあそうなんだ、普通に元気なんだと思って、あごめんねごめんね変なこと聞いてみたいな感じで電話終わって、なんだよお前みたいなこと言われながら、あごめんなさいねって電話切って、そのままあ何だったんだろうと思って、私のなんかこの感覚で匂いの感じって絶対元彼だったと思うんだけどなと思ってたら、そっから20分も経たないぐらいにその彼からまた電話かかってきたんですよ。あさっきかけた彼だ、なんだと思って、もしもしって出たら、お前なんで、どういうこと、あいつ死んだらしいよって言われて、その日のその晩亡くなったらしくて、交通事故だったんですよ。で交通事故で亡くなって、いろんなところから各所身内から仲間とかに連絡がちょうど回ってた時間帯に、自分は匂いだけが部屋に来てたらしいんですよ。だから俺も数日前に会ったばっかりで、もう今気がちょっとおかしくてみたいなこと言ってて、信じらんないんだけどさ、今亡くなったっていう連絡が来てさみたいなことをバーッとまくし立てられて、うわそうなんだって。でもそれを電話の向こうではまくし立てられてるんですけど、自分はなんかその匂いの一件があったんだから、うわそうなんだって、なんかスッと受け入れたというか、変に元彼とはいえ動転、気が動転することもなく、はい、あっていうことはもしかして、あれはそういうことなのかなみたいな、虫の知らせなのかなと思って確認したら、あそうじゃないんだって思ってた直後に本当にそうだったっていう、なんかだから逆を言うと、その亡くなってからみんなに時間、連絡が回るまでのこの時間差の間を自分は元彼と一緒に体感したんだなっていう話ですね。結局その元彼が何しに来たのかは分かんないですよね。あ、
はい、へえ。いやー、すごいあるんですね。ある。牛の知らせは本当聞いてるとあるよね。あ、そうですね、うん、確かに、うん、なんか本当にはい、その僕ちょっと聞いた話で、はい、その本に書いて、今永遠を誓う